中村銀メカは、金メダイ目に所属する魚類の分類群の一つ。中村銀メなど、中層遊泳性の深海魚の未産属4種が、含まれる。中村銀メカの魚類はすべて海水魚で、大西洋、インド洋、太平洋など、世界中の深海に広範囲に分布する種類が多い。海底から離れた深海の中層を漂って、生活しており、 動物プランクトミや浮遊性の甲殻類を主に捕食している。死魚は表層近くで暮らし、成長につれて深部に移行すると見られている。漁獲対象となる種類は知られていないが、食用魚としての利用可能性が指摘されている。中村銀メカの仲間は左右に平たく側平たした体型を持ち、最大で全長40センチメートルほどに成長する。体高は高く、 腹部は鋭く切り立った形状となっている。本家は、鬼金目科とともに、鬼金目浄化を構成する。これら2グループに共通した特徴として、死魚は、頭頂骨、前頭骨、前災害骨に棘を持つ。間別点としては、中村銀目加魚類は側線を書き、背びれ、尻びれのヒレ上数が、いずれも鬼金目類よりも多いことなどが挙げられる。背びれと尻びれには、 トゲ状がなく、それぞれ24から30本、19から22本の南城で構成される。腹器は1トゲ6南城。エラ上骨は7から8本で、椎骨は20から32個。中村銀メカには、ネルソンの体系において3属4種が認められている。中村銀メの有効な学名は、ダーネーミカシースパリニとされているが、かつて記載されたダーイズ族日本史を含め、 同族を中村銀目族と称することがある。フチマル銀目ダーネーマスアーゲンティアス。本家魚類は大きな目と上向きの口を持つ。本族は腹器の前方に大型の両鱗を備えることで他の二族と区別される。ありがとうございます。